ます。こちら向けてますか。はい。はい。きついですかね。ちょっと膝の方とか大丈夫ですか。はい。こちらもちょっとですね、こうやってきますね。あ、そうか。うん。あ、大丈夫ですか。こっちはそんなには。そんなにさっきと同じ力ですか。そうですね、同じようにかけてますね。じゃあ全然さっきめっちゃ痛かったけど、そんなに痛くない。じゃあ、やっぱ左の方が足も疲れが。なんとなくやっぱ右はかばっちゃうというか、うん、あるのかもですね、やっぱり膝の方のことで。うん、結構そういうのがあると左右差が出てしまうので、腰も痛くなりやすいとか、少なからずあると思うんですよね。いいですよ、楽にしておいていただいて。なるほど、やっぱりちょっと左の方が背中の張りが強いというか、この動きが良くないですね。いや、本当ですか。そんな痛くないですよね。はい、左に比べたら痛い。はい、こっちの方が、はい、抵抗が少ないというか、張りが少ない感じするんですよ。そうなんですね、うん、感覚どうでした。そうですね、そうですね。だからこっちの方がやっぱ厚みがあるっていうか、まあうね、盛り上がってる感がありますよね。うん、より気持ちいいですかね。はい、さっき痛かったですよね。ここに響くんですよ。あ、響く感じがある。ちょっとなんかいつも尾てい骨の方ってきますね。尾てい骨とか、うん、その辺が、その辺が痛いんですよ。こう他のところになると力入れるから、力入るから、あそこにちょっと響く感じ。仙腸関節の調整をしたいと思いますので、仙腸関節、はい、ここが仙腸関節なんですけど、はい、ゆっくり起きていただいて、はい、はい、
左が左の尾てい骨ですね、うん、尾てい骨の横というか、うん、行きますか。あの方ちょっと、はあ、でもうちょっと立ってておいていただいて無理ない、こっちは全然大丈夫です、うん、こっちが違う、はい、こっちは大丈夫、はい、このぐらい行っても大丈夫、はい、まあ、楽にしてください。突っ張りますけどね、でも痛くない、ちょっと痛いぐらいで、でもこっちが結構、うん、これさっきこの辺から痛いって感じですけど、はい、もうこれで痛い、この辺が痛いです、この辺から痛い、なるほど、はい、すごい、やっぱそうですね、体のことをすごく知っているというか、はいはい、いいですか、すいませんね、はい、表現しにくい感情ですね。はい、息ハーッと吐きましょう。大丈夫ですか、痛いですけどね、痛いですよ、はい、そうですね、はい、乗ってるのでね、痛いですけどね、あ、でもさっきより入ってますよ、はい、一箇所、はい、くすぐったいのか痛いのかの真ん中ぐらいですね、うん、そうですね、内臓が動く、うん、あー、へー、あ、そうか、息止めちゃいけないですね、そうですね、あこれでもう一回やってみましょうか、はい、あーなるほど、あ、痛いけど、はいはい、全然、うん、はい、さっきはちょっと痛いからびっくりというか、うん、あの、うん、やめて、はっ、はい、みたいな感じだった、はいはいはい、今は、あ、痛いぐらい、うんうん、痛みのレベルが下がったって感じですか、はい、すげー、じゃあはい、30分なんでこれでリフレの方に移りますね、はい、リフレね、はい、はい、リフレもちょっと腰に、はい、いいですよ、はい、はい、じゃあ一旦止めます。